こんにちは。今日はですね、はい、こちらバーキンを修理に出してみたいと思います。今までですね、バーキンかなり使い込んだのはこれぐらいだったんで、修理に出したことがなくて、もうこれ10年ぐらい使ってるんですね。25、6ぐらいの時に買ったんですけど、もう皮とかね、こんな感じでこうもうふたっとしていい感じに味が出てるんですけども、先日エルメスに伺った時に、まあ、このカバンで行ったんですね。そしたら私の担当の方が、あ、これ結構こういうとこ擦れてるから、あの修理に出したらね、綺麗になりますよっておっしゃってくれたので、ちょっとメンテナンスに出したら、まあ、どれぐらいねいい感じになって戻ってくるのかっていうのをちょっと調べてみたいと思います。まあ、皮自体はもうこうやってもう柔らかくなっちゃったので、まあ、これがしっかり立つようになったりはしないみたいなんですけども、結構この後ろぐらいとかね、もうこの辺の底とか、まあ、こういうところがね綺麗になるということなんで、行ってみたいと思います。猫来たそんなに釣りたいの。はーい、はい、ということで修理に持って行ってみたいと思います。レッツゴー。バッグをメンテナンスに持ってきました。やっぱよく明るいとこで見たら結構ね使い込んでる感じがします。どれぐらい綺麗になって帰ってくるかね、楽しみです。はい、では、いってらっしゃい。はい、修理したカバンが帰ってきました。だいたい期間は3月に出したので3ヶ月弱です。まあ、3ヶ月はかからなかったんですけれども、まあ、ほぼ3ヶ月ぐらいですかね。すごく綺麗になって帰ってきました。まず修理した点はこちら、持ち手を両方ともハンドルを変えました。持ち手の剥げているところは全て綺麗になっていて、まあ、新しいハンドルに変えたので、まあ、新品になりました。そのとこ持つと新しいバーキンとほぼ同じ感じです。すごくしっかりしたハンドルになりました。やっぱり10年ぐらい使い込むと、まあ、持ち手のとこもね、だんだんこう、まあ、汗とかいろいろねこうついて、まあ、クタクタしてくるんですけども、本当に新品のハンドルになったので、まあ、こう持った時にねすごくシャキッとした感じもしますし、まあ、なんとなくこのクタッとした感じは残ってるんですけども、この角のすれもとても綺麗に治ったので、なんかもう見た感じですけど、うん、なんか綺麗な感じのバッグになった気がします。他はこちらのすれ、角のすれがとても綺麗に治りました。ここは四隅とも全てきちんと治っております。なんかもうほんと新品の革と、まあ、遜色ないですね。とても綺麗になりました。なんかもう擦れちゃうと、まあ、ちょっとこう白っぽくなってね、すごく汚れた感じも目立つんですけど、まあ、それも使い込んでていいんですけども、このくたっとした使い込んだ感じを残しつつ、まあ、しっかりしたねこう新しいカバンに生まれ変わった感じがいたします。次にここのマチを見たいと思います。このマチもステッチを1回こう剥がして、ね、そして新しく縫い直したそうです。ここもとても綺麗になりました。まあ、あまりここを広げて、まあ、見ることほとんどなかったので、担当の方に見てもらって、あ、ここ取れたんだなと思ったのは後から気がついたんですけども、まあ、それがこう綺麗になっていってね、新しいバッグに生まれ変わった感じがいたします。こっちの方もとても綺麗になっております。はい、そして正面から見た時に金具も新しく生まれ変わりました。この両サイドの掛ける方の金具も新しくなりましたし、このセンターの金具も新しくなりました。届いた時はここにシールが貼ってあったので、それも剥がしました。なのでこれも新品のバーキンと同じ金具だと思います。こちらがかなり傷があったんですけれども、大変綺麗になりました。
これ金具変わるだけでなんかこう光の反射というか光が当たった時にキラキラっとするのがまあ本当新品と同じなので、これも大きなポイントじゃないかなと思います。昔はこの金具の交換はなかったそうで、まあ、ここの角の修理とかあと、まあ、このステッチをやり直しはあったんですけども、この家具の修理はまあ最近できたということで、まあ、せっかくなので一番いい修理をお願いしました。なので今回この4つのハンドルと外側のマチ、スレ、そして金具がフルリペアといいますか、一番まあこう綺麗になるやり方でやってみました。10年も使っているとすごく愛着も湧いてきますし、形がクタッとなったのもね、なんかこう一緒に戦ってきたなっていう感じがするので、大切に、手入れしてこれからもどんどん使っていきたいと思います。ということで今回はバーキンをとても綺麗にリペアしたらどうなるのかなという動画でした。皆さんもぜひよかったらバーキンをね長く使われていて、まあ、これからどうしようかな、ちょっと古くなってきたなと思われている方は一度リペアにお出しするのもいいのかなと思います。それではまた。